ナベ北海道。おはようございます。おはようございます。今日は滝川に来ております。はい、いや天気いいです ね、 ね、気持ちいいですね。そうなんですよ。今日もですね、はい、滝川でいっぱい遊びましょう。うん、今回のラブ北海道は札幌からおよそ1時間ほどとアクセス抜群の滝川へ。ここで今行われている夏休みにもぴったりのあるイベントに参加します。何しますか？今日はですね、スタンプラリーをやります。おお、いいですね。楽しそうでしょ。うん、実を言うとですね、滝川のいわゆる市内の対象となる施設をいくつか巡ると、はい、なんとプレゼントがもらえます。マジか。そういうことですよ。じゃあいっぱい巡りましょう。いっぱいスタンプ押しましょう。押しましょうね。うん、ここで詳しいお話を聞いてみるべく、まず2人がやってきたのは滝川駅のすぐそばにある観光案内所です。広いな。スタンプラリーってこれ書いてますよ、りちゃん。これじゃないですか。あ、これ台紙なのかな。うんうん、周遊スタンプラリー、これだ。これっぽい。おお。ちょっと聞いてみましょう。このスタンプラリーってどういうイベントっていうか、どういうもんなんですか。そうですね、滝川で一番熱いリバーサイドエリアというものがあるんですけども、そこの周辺に並んでいる施設を周遊するスタンプラリーになってます。市内の観光スポット12カ所が対象のこのスタンプラリーでは素敵なプレゼントも用意。9月30日月曜日までの期間中、8カ所以上訪れてスタンプを集めれば応募が可能です。滝川、そう見たらね、なんかいろんなありますね。空もあれば、はい、うん、また水遊び、確かにカヌーとかねできるみたいですもんね。はい、またはちょっとこうなんかコテージっていうか、キャンプっぽい感じ ね、自然を感じるものがすごいな。神社もあるんだ。あります。この応募箱に入れていただくと、はい、抽選で100名様に豪華プレゼントが当たるっていうような仕組みになってます。100名ですよ。100名です。結構な方に当たりますね。そうですね、大サービスしてます。例えばですね、こう1名なんだけどコテージの宿泊券、また2名様にグライダー体験。グライダー僕 ね、去年やったじゃないですか。なりましたね。これは素晴らしい体験ですよ。もう大興奮だったもんね、りちゃん。そういう景品も一応抽選で、そうですね、当たる予定になってます。ということで巡ってみましょう。巡りましょう。いいですか。まずじゃあいいですか、このスタンプを押しても、はい、ぜひ押してください。よし。実はこの観光案内所もスタンプラリーの対象施設なんです。幸先よく一つ目をゲットしたら出発です。ということで、はい、今日は巡りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますか。行きますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。レッツゴー。もう最高だよこれ。初心者でも安心、夏のカヌー体験に癒される。うわー、気持ちいい。おーおー滝川でしか見られない太古のロマン満載の博物館へ。いいでしょう。うんうん、おいしい。そして滝川さんの小麦を使った絶品イタリアンも登場。札幌からもアクセス抜群。この夏滝川を目いっぱい楽しんじゃいましょう。今回のラブ北海道は滝川市内の観光スポットを巡るスタンプラリーに挑戦しています。12カ所ある対象スポットの中からまず2人が選んだのは滝川市 B&G 海洋センター。緩やかな流れの川で夏にぴったりの水上スポーツを体験できます。あ、ありました。何はともあれ、まずはスタンプをゲット。海洋センターだから、はい、ね、あの青いです。青よ。しかもちゃんとカヌーだ。おー、
節ごとに変わるスタンプも楽しみの一つです。この日はとってもいいお天気。2人も水上スポーツにチャレンジすることに。こちらの施設では小さな子どもから大人まで誰でもカヌーやボートなどを体験することができます。もちろん初めてでも OK です。ということで、はい、着替えました。着替えました、ね、せっかく来たので、うん、やりたいなと。乗りましょう。乗りましょう、はい、ということで、伊藤さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。乗り方っていうね、はい、もろもろちょっと今回体験するのは一人乗りのカヌー。初心者には事前に漕ぎ方や曲がり方などを丁寧にレクチャーしてくれます。この状態で持ってます。どう、前漕ぎはこの腕前に伸ばして、で水に入れて引っ張っていく。でこの時左漕ぐ時は手首を返して、で水に入れて引っ張っていく。これを繰り返すと基本的な前漕ぎ。おごめんごめんごめん。そういうことになります。2人とも周りが見えないくらい真剣に聞いていますね。基本を一通り学んだらいよいよ水の上へ出てみましょう。あの実際岸に来てですね、これ座るとね、水面と結構ね、なんて言うでしょう、低いよ、低い。行ってきます。うわー、はい、まず前漕ぎ。あ、上手です、上手です。そうです、そうです。おお、早い。お上手です。気持ちいいですね。フォーム綺麗です。以前番組でも乗ったことがあるリちゃんは難なく進んでいきますが、初心者のゆりえちゃんはちょっと苦戦しているみたい。頑張って。バイト。リラックス。ちょっと進まないんですけど。ねえリちゃん早くない？漕ぐ方の手を伸ばしてあげるといいです。伸ばしてあげる。あー、こういうことか。コツさえ掴んでしまえば簡単。ぐんぐん水の上を進んでいきます。1、2、1、2、1、2、1、2。この日は穏やかな晴天で絶好のカヌー日和。風も感じられて、いやー気持ちよさそうですね。あれ、ゆりえちゃん一気に上手くなってます。もう最高だよこれ。なんかこの川とこの水面と一体感ある感じが。下は川、上は空、青空、これ景色いいですね。両サイドは緑いっぱいで、はい、ゆりえ気持ちは。めっちゃ気持ちいい。夏のカヌーいいね。ね、超涼しい。なんかやっぱ水があるからさ、すごい涼しくて、青空の下で漕ぐって。伊藤さんこれいいね、楽しいですね。やってみると皆さん大人だと余計にスーってできるようになるので。2人とも時が経つのを忘れてカヌーを楽しんでいますが、ちょっとちょっと、ほらまだスタンプラリーは始まったばかりですよ。次行きますよ。ほら、次。ね。2人がやってきたのは滝川市美術自然史館です。ここでは子供も大人も大興奮のとっても珍しい展示が見られるというんですが。ありました。あ、ここ、あった、スタンプラリー。じゃあ押しましょう。押そう、はい、まずはスタンプをゲットです。この施設なんだけれども、なんかね、はい、恐竜の展示が多いそうです。恐竜ですか？恐竜。だから。あ、だから。恐竜。こういうね。へー。まあ、せっかく来たので。かわいい。うん。ちょっと。見たいですね。見てみたいですよ。一体どんな恐竜たちに会えるのか。早速、中に入ってみましょう。おお。おお。待ち構えていたのは、高さ6メートルのティラノサウルス。
およそ7000万年前に生きていた恐竜の化石です。すごい。じゃなんか結構ちょっと圧倒されました。あんまりにもなんかこう大きさ、はい、ちょっと想像以上でした。そうですか、はい。140種類ほどある展示の中でも特に珍しいのが、1980年に地元で発見された滝川海牛の化石標本です。今から500万年ほど前、滝川氏が海の底だった頃に海藻を食べて生きていたと言われています。大きい。これどのぐらいの大きさあるの？大体約7メートルあったっていうふうに言われています。7メーター。今生きている生き物で言いますと、ジュゴンとかマナティとかの仲間になります。これがそれこそ海牛の骨。そうですね、はい。空知川からの川底から見つかってるんですよ。どんな方が発見したんですか？愛石家といって石好きの方だったんですけれども、日照りが続きまして水が少なくてですね、空知川の川の水が結構引いてたんですよね。で、珍しい石はないかということで探しているとですね、川底からこういう化石を見つけたんですよね。偶然。偶然です、はい。それが発見した方がたまたまその方だったから良かった話ですよね。そうだよね、入り江だったら、はい、へーのみたいな。なんか大きい石だなぐらいにしか思わないかもしれないです。発見された部位がここにありますけど、割と全身のですね、8割近くが見つかっております。はい、あ、そうですか。そうです。りっちゃん、まだここが見つかってないんで、掘ったらもしかしたら、もしかしたら見つかるかもしれないですね。ですよね、はい、掘り出して。あ、そう、ロマンある。うん、ロマンのある話だ。そうですね。巨大な牙を持つ高さ4メートルのマンモスの化石もあり、ロマンを感じずにはいられません。ちなみに、ティラノサウルスの全身の骨格標本がいつでも見られるのは北海道でもここだけ。夏休みにぜひ。スタンプラリーでお腹が空いたら、ちょっと寄り道をして滝川で人気のグルメをいただきましょう。滝川を周遊するということで、はい、お腹空いてきましたね。空きましたね。なんか食べたいですもん。僕のね、大好きな店をちょっとね、紹介したいんですよ。やった。こちらのお店なんだけど、うん、ラ・ペコラというお店なんだけど、はい、実はですね、これはラブ北海道でも紹介したことがあって、うん、あ、そうなんですか。じゃあお久しぶりって感じですね、りちゃんは。いいですよ、めちゃくちゃうまいから。いや、ありがとうございます。この後、滝川に来たらぜひ食べたい絶品グルメが登場。うわー、おいしいです。今回のラブ北海道は、抽選で素敵なプレゼントをゲット。滝川市内の観光スポットを巡るスタンプラリーに挑戦しています。お腹が空いた2人はちょっと寄り道をして、滝川の人気レストランへ。もう本当になんか久しぶりですよ。はい、お久しぶりです。なんか元気そうで。はい、元気です。もうこの通りちょっと太っちゃいました。いや、何をしますか。以前番組でもお邪魔したことがあるラ・ペコラは、滝川を代表する老舗レストランです。なんか雰囲気もね、本当に変わってなくて、はい、そうですね、変わらずで、はい、これお店結構長いんですか。はい、もう今年で34年目になるので。はい、そうなんですね。結構長い方だと。はい。ラ・ペコラとはイタリア語で一匹の羊。道産の羊を一頭丸ごと美味しく食べ尽くすをコンセプトにしたお店です。いや、もう目の前にこの美味しそうな、はい、用意していただきました、ね。ラムステーキのウンブリア風といいまして、白糠産の羊なんですけども、うん、ローズマリーとニンニクでとオイルイーブオイルでマリネしてる感じのお肉をステーキとして焼くっていう感じの料理です。へえ、りちゃんは食べたことがあるんですか？あります、あります。うわうわ、すごいですね。めっちゃ柔らかくて、うん、どん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 この羊の風味が出てきます。臭みというより旨味の方が強いので、本当、うん、口の中に入れてて落ち味が広がると思います。しかもこのやっぱ旨味が口の中に残る余韻がすごい長いので、すごい上質ないいお肉だなって感じます。これは美味しいです、ね。これは美味しいです。おー、よかったね。はい、おお、いいよ。いいよ。リちゃんおすすめのですからね。そう。なんか喜んでいただいて。これ絶品ですね、本当に。ありがとうございます。美味しい。はい。リちゃんがオーダーしたのはパスタの中で人気の一品、アマトリチャーナ。ベーコンや玉ねぎ、
チーズをたっぷりと使い、トマトベースのシンプルなソースです。パスタの原料となる小麦も滝川さん。もちもち、その力強さを感じますね、はい、滝川さんの春豊か小麦は結構もちもち感が強いので、うちピザもあの春豊か小麦使ってるんですけど、耳もやっぱり焼くともちもち感が強くて美味しいです。そうですか、はい、まあ、歯ごたえいいですね。入ってるのが玉ねぎとベーコンと粉チーズと、シンプルなんですけど、こう一緒に合わせることによって濃厚なソースになる、うん、そうですね、はい、すごくいいです、奥深くて、うん、いいでしょう、うんうん、もちもち、弾力を感じる、そうですね、腰もあるような感じ、そうなんですよ、腰があって、はい、そうですね、結構しっかりとしたこの噛んで噛んでっていう感じで、はい、うん、美味しい、美味しいよね、なんか多分太麺というか結構ソースとの絡みいいでしょ、うん、めっちゃいいですね。このやっぱ小麦のこの風味がすごい豊かで、はい、美味しいです麺も。春豊か、はい、豊かです、その風味が、はい、ありがとうございます。10年ぶりぐらいに今回この絵を食べて、ダメだなダメだな、毎年来ないとダメそうですね、滝川さんよ、よろめるとね、そうならないとダメですね北海道産の羊と滝川さんの小麦の魅力を心ゆくまで堪能できます。スタンプラリーだけじゃない滝川の魅力、いろいろあるよ。ぴったり1分間でご紹介。みんな知ってるよね、滝川の春といえば菜の花畑。毎年5月中旬頃から市内のさまざまなところで黄色い花が咲き乱れる様は圧巻。一度は見に来てね。さらに滝川はスカイスポーツも盛ん。4月中旬から11月中旬までグライダーの体験飛行ができるんだ。およそ10分間空中散歩を楽しめるよ。以前体験したりちゃんも大興奮。これはすごいですね。そしてタレに漬け込んだ味付けジンギスカンは滝川に本店がある松尾ジンギスカンが発祥と言われているんだ。滝川に来たらぜひ本店で食べてみては。抽選で素敵なプレゼントをゲット。滝川市内の観光スポットを巡るスタンプラリーに挑戦している2人が向かったのは、さあ続いてですね、はい、スタンプラリーの施設、エベオツ神社に来ています。はい、なんとね最近すごくこう人気というか、そうなんですか、話題になってきているんだけれども、はい、明治時代に創建され滝川の歴史を見つめてきたエベオツ神社、実はある理由から訪れる人が増えているんです。それがこの狛犬。これはですね、笑ってるね笑ってるなん笑ってるやん、すごい目あったら笑ってた。なんとエベオツ神社の狛犬は笑顔。その珍しい姿を見るため参拝客が増えたそうです。普通笑ってんの、笑ってなくなくないですか、ね、世にも不思議な笑う狛犬、一体なぜ作られたんでしょうか。もともとあの狛犬は口を開いたあ行と口を通したうん行が、組になって一対でこう、あ行うん行とこうあうんの呼吸でこう神社を守るのが通常なんですね。片方はもう口を開けている、もう片方は口を閉じているというのは普通のスタイル。そうですね。ところがここは口を開けて笑っているのと、口を閉じて微笑んでいる、笑ってる方がいいんじゃないか、作っていただいた方のこうユーモアが現れておりますね。なるほど、これを作った明治時代の職人さん、シャレが効いてますね。そしてこちらの狛犬には
訪れる人が笑顔になれるようにという思いも込められているんです。当然ね、笑ってる方が、まあ、入り口にあるから、こう上がってくるときに、はい、こう目合っちゃったんですよね。そうあみたいな、笑ってるって、うんうん、嬉しいっていうか幸せになるような気分なんですけど、うんうんうん、そうですね、あの笑うほどにこう服がきますんで、皆さんにこうね、こう笑顔になって、うん、こう服をこうたくさん、ね、受けていただければと思います、はい、あなるほどね。そんな笑う狛犬が福を呼ぶと人気のお守りはカラフルな全9色、持っているだけで笑顔になれそうですね。笑う門には福来たる、訪れれば笑顔になれるエベオツ神社。これで4つ目のスタンプをゲット。これで4つ目ゲットですね。そして神社のすぐそばにある道の駅でもスタンプがもらえます。まあね、どんな町行ってもね、うん、道の駅には行きますよね。もう必ず寄ります。あそれね、やっぱり地元の野菜だったりとか、はい、そうなんですよね、スイーツとかね、やっぱり買って帰りたいでしょ、ね、買って帰りたいです。館内には滝川で採れた野菜や特産品がずらり、帰りに寄ってお土産を買うのもいいですよね。120円ですよ、太いやつで。お値段もね、これも美味しいんですよ。そうなんですよ、はちみつカステラ。忘れずにスタンプも押して、ここで今日のスタンプラリーは終了です。ということで、今日はですね、うん、僕らは5個スタンプをゲットしました。まあ、もちろん1日全部回ってもよし、はい、何回か分けて、ゆっくりと回ってもいいんじゃないかと思いますけど、うん、まあ、本当はね、帰りにね、うん、滝川ふれあいの里で温泉に入って帰りたいと思いますけど、ね、あいいです ね、 ね、最後はやっぱり温泉がいいじゃないですか。私はね、ちょっとね、この気になったのは、滝川キャンプサイト、なんかね、グランピングができるって書いてるんですよ。泊まると、そう、泊まりたいなって。それもあるじゃないですか。いいですよね、ちょっと食材、野菜とか買って、買って行ったりもね、キャンプするってのもいいかもしれないですよね。そのこと。滝川周遊スタンプラリーの対象はゴルフ場など全部で12施設、8施設以上回るとプレゼントゲットのチャンス。皆さんもちょっとぜひやってみてください。はい、やってみてください。期間長いので滝川来ていただいて、回ってみてはいかがでしょうか、ね、抽選で豪華景品もプレゼントだということなので、これあと3つですね。あと3つか、全部回ろう。はい、